東京都議会議員選挙公開討論会を開催いたします。本日の司会を務めますのは公益社団法人東京青年会議所墨田区委員会の後藤早紀江です。お聞き苦しい点があるかもしれませんが、よろしくお願いいたします。本日の討論会では会場にいらした皆様方にもいくつかのルールを守っていただきたいと思います。あらかじめ入り口で配られた当日資料にもあります通り、客席からの声援、誹謗中傷及びヤジを一切禁止させていただきます。また各参加者の発言中の拍手もお控えください。これらのルールに反する行為が見られた場合、ご退場していただくこともございますので、この討論会の趣旨をご理解いただき、ご了承いただきますようお願い申し上げます。それでは初めに、この討論会の主催者を代表いたしまして、公益社団法人東京青年会議所墨田区委員会委員長小林明より、皆様に開会のご挨拶並びに本討論会の趣旨説明をさせていただきます。皆様、本日はお足元の悪い中お集まりくださり誠にありがとうございます。公開討論会とは、公職選挙で、立候補予定者が一堂に会し、自分の政策また理念を有権者に訴える場のことを言います。公益社団法人東京青年会議所では、政策的公平中立不偏不党の立場の団体として、有権者の方々の政治参画意識を高める運動の一環としてこれまで取り組んできました。2011年からは、立候補予定者の声や公開討論会の模様を有権者に届けることのできる e ミラセンや、さまざまなものをネット上に立ち上げ、全国に展開しております。今回の討論会の内容を視聴していただきたく、今回も e ミラセン、また皆様ご存知でしょうか、 YouTube というサイトがございますけれども、そちらの方にも今回の模様をアップさせていただく予定であります。チラシの方にですね、そちらのサイトのアドレスの方を記載してありますので、もしパソコン操作ご得意な方がいらっしゃいましたら、どうぞ見てみてください。またこのネット上にこういうものをあげるということで、これから特に若い世代への選挙への関心を高めていくために、こういったことも今後行っていきたいと思っております。皆さんに見ていただいて、また今回のこの公開討論会をちゃんと聞いていただいて、自分の目で見て、自分の耳で聞いて、自分の判断でこの東京の未来を選択していっていただければと思います。本日はよろしくお願いいたします。本日は大変お忙しい中、5名の立候補予定者の方々にご参加いただきました。それではご入場願います。皆様拍手でお迎えください。立候補予定者の方々には公平を期すために、五十音順で席に座っていただき、発言の順番といたします。それではお一人ずつご紹介いたします。ご紹介の順番は五十音順といたします。小沢雅也様、よろしくお願いいたします。加藤正幸様、はい、よろしくお願いします。川松慎一郎様、よろしくお願いします。桜井博之様、はい、どうもこんばんは、よろしくお願いします。村本博也様、よろしくお願いいたします。そして本日のコーディネーターは、公益社団法人東京青年会議所墨田区委員会、藤本正康が務めさせていただきます。
皆様の略歴につきましては、お手元にお配りしております資料をご覧ください。これより進行はコーディネーターにお願いいたします。ただいまご紹介いただきました藤本でございます。どうぞよろしくお願いいたします。これから私の方からいくつかの質問を本日ご出席いただきました皆様方にさせていただきます。皆様にはそれに対する意見を述べていただきます。公平を期するためタイムキーパーが時間を計測しています。タイムキーパーから合図がありましたら速やかに発言をまとめてくださるようご協力をお願いいたします。合図の方ですが、時間の30秒前になりますとタイムキーパーが1回ベルを鳴らします。発言の終了時間になりますとタイムキーパーが2回ベルを鳴らします。このような形で進行をさせていただきます。それではまず本日ご出席いただきました皆様の自己紹介から説明させていただきたいと思います。自己紹介につきましてはお一人につき2分間の時間でお願いしたいと思います。それでは、小沢様からお願いをしたいと思います。それではお願いいたします。はい、マイクです。はい、ただいまご紹介に預かりました小沢先生でございます。私は学校卒業いたしまして28年間民間の会社に勤務をいたしまして、ちょうど50歳の時にこの政治の世界に入らせていただきました。今2期8年目を務めさせていただいておりますけれども、都政というのは非常に幅が広くて非常にそれぞれの施策ものすごく深いものがございます。この2期8年の間にですね、数々の経験をさせていただき、現在は東京都の監査委員をやらせていただいております。これらの経験を生かしてですね、これ今後はより一層地元墨田区にも経験いたしまして、行政執行部とはまた違った観点で地方の地域の特性を生かした提言をしていきたいなと思っております。本来地方の議会が果たすべき役割というものをしっかりと機能させていかなければいけない、二元代表制の中で地方議会の役目をしっかりと果たしていきたい、このように考えております。そういう意味でまだまだやり残したことを失礼いたしました。そういう形で取り組んでいきたいと思っております。選挙に接するようなことにしております。ありがとうございました。それでは続きまして加藤様、2分間でお願いいたします。はい、都議会公明党加藤松崎でございます。現在都議会に一期をしております。私は今までは議員になる前でですね、公明党の職員をやっておりまして、大学卒業してすぐ党本部に入りました。そして主に配属されたところが、国会対策委員会という国会の中に機械室がありまして、政党間交渉の裏方として、仕事をさせていただきました。私が入りました時は本当に政界再編の流れがありまして、細川連立内閣であるとか受賞者政権であるとか新進党とか、そうしたさまざまな変遷の中でですね、李鴻秋さん、そうした現場も見させていただきました。今東京都ということで、また身近な政治を行わさせていただいております。なかなかこのやはり国と都、役割は違うと思いますし、より住民の皆様に直結する、特に東京都はこの公共交通機関、都営地下鉄、都営バス、そして都電、上下水道、港湾、市場、警察、消防、さまざまな本当に住民に直結する仕事でありますので、
そうしたことをしっかりと提案しやっていきたいと思います。今は厚生委員会に所属をしておりましたおりますので、そうした点からもしっかりと皆様のお役に立っていきたい、そのように決意をしております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、川間さんお願いいたします。はい、皆さん今日はありがとうございます。川間慎一郎です。私は、この墨田区の両国小学校、両国中学校、両国高校と地元で育ってきました。2年前まではテレビ朝日でアナウンサーをやっておりまして、ニュース番組であったりワイドショーだったりということで、さまざまな事件の現場だとか生活の情報というものを人々に伝えてきたんですけれども、その中でいろんなテーマが見えてきて、あ、このままではいけないなと。メディアというのはいろんな物事の最先端にいるんではなくて、最先端の周りをこう動いていてですね、メディアの力では何も変えられないなという中で、自分がその最先端のところに飛び込もうと思い、政治の道を志しました。この2年間は大学に勤務しまして、大学の中で学生に教えながら自分も学び、また政治という面においては国政レベル、都政レベル、さまざまな面でですね、いろんな先生方と一緒に政策を作ってまいりました。東京都というのはいろんなテーマがあって、特に墨田区という地域のことを考えれば、大きな墨田区の方向性、予算にしてもそうです。さまざまな文化の継承、教育ということに関しても大きな役目を持つ東京都ですから、その東京都の中でできること、できないことというのはたくさんありますけれども、できることを最大限やって、地域のため、そしてその地域に生活する人々のために何かやれることがあるんじゃないだろうかということで、今この場に座らせていただきまして話をさせていただいております。私自身はスポーツもやってましたんで、体力にも自信もありますし、またいろんなことをチャレンジしていきたいなというところでございます。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、桜井様よろしくお願いいたします。はい、どうも皆様こんばんは。ご紹介をいただきました、東京都議会議員一期のですね、桜井裕樹でございます。私は所属政党は、自由民主党ということでございまして、で、以前はですね、大学を卒業した後はIT 関係の企業に勤めておりまして、でそこを辞めて、ある衆議院議員の秘書をやらさせていただき、その後、都議会議員の秘書を務めて、それから平成11年に、墨田区議会議員に、入らさせていただいたところでございます。墨田区議会の方は、3期10年を務めさせていただいて、副議長まで、務めさせていただきましたが、21年に、東京都議会の方に初挑戦をさせていただきまして、現在に、至っているところでございます。ただいま東京都議会の方では、公営企業委員会の委員長をさせていただいておりまして、で公営企業委員会とは何ぞやということなんですけど、公営企業委員会は、先ほどもちょっとお話が出ましたが、水道局、下水道局、交通局の3局を、所管をいたしておりまして、財政予算規模は 1.5 兆円ということで、大変大きな委員会で委員長として務めさせていただいているところでございます。とりわけよくですね、マスコミの方に、お話をいただくわけでございますけど、なかなかこの東京都政というものが、どういうものなのか見えづらいと、いうことに関しましては、私自身もですね、もっと皆様の前に出て、お話をすべきだったということで、今大きく、反省をいたしているところでございます。そういう中で今回、ジェシーさんの方からお話をいただいた、公開討論会の中で、やはりしっかりこう東京都政とはどういうものか、それからどういう考えをしているのかというのを、ぜひ皆様に伺っていただきたく、参加をさせていただきましたので、どうぞよろしくお願いを申し上げる次第でございます。以上です。はい、ありがとうございます。それでは、村本様よろしくお願いいたします。皆さんこんばんは。本日はこのような討論会に、呼んでいただきましてありがとうございます。日本共産党の、村本博です。私は大阪府豊野郡能勢町の出身で、兼業農家の長男として生まれました。小中は能勢町にある学校、高校は大阪府豊中市というところにある
学校に通って、大学は奈良県立大学地域創造学部というところを卒業しました。大学では学費減免制度創設の運動にも取り組ませていただきました。アルバイト付けでなかなか授業に出れない、一人暮らしで仕送りももらえず、ギリギリの生活で学業に集中できないといった声を受けて、仲間とともに署名活動に取り組み、県当局に直接要請もしました。こういった運動を受けて、私は大学を卒業した直後に学費減免制度を実現させることができました。大学3年の終わり頃からは就職活動を始めて、大学4年の夏に入る前に何とか医者から内定をいただきまして、そして2009年から墨田区内にあるその会社の東京支店の民間企業に勤務になりました。その中で同僚が上司の圧力を受けて辞めさせられたり、また社会を変える仕事がしたいと自分自身も思うようになって、2010年の夏から四協さんと墨田地区委員会勤務になりました。そしてこの間起きた東日本大震災を受けて、震災ボランティアや原発ゼロの運動に取り組みました。その中で一緒に原発をなくしたいと思う仲間にも出会いました。墨田区でも220人の仲間を集めて脱原発デモに取り組みました。こういった経験を生かして頑張りたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。それでは早速討論会の方に移らせていただきたいと思います。まず一つ目の質問をさせていただきます。現在若者が自立して生活していくための環境、教育であったり雇用であったり子育て支援であったりなどいろいろあるかと思いますが、そうした環境は十分に整っているというふうにお考えでしょうか。この点については東京都に限らず日本全国の問題としてお答えいただければと思います。この質問につきましてはお一人につき3分でご回答をお願いしたいと思います。それではこの質問につきましては加藤様からご回答の方をお願いしたいと思います。はい。今お話しありました教育、雇用、子育て等ということでありますけれども、特に雇用はですね、やはりこの昨今の不況ということがありまして、非常に雇用環境は厳しいと、そのように思っております。従いまして、この景気回復に全力を挙げていかなければいけないと、そのように感じております。で特にいろんなことは挙げられると思うんですけども、一つ東京都といたしましてはですね、この雇用のミスマッチ、いわゆる、どうしても大企業を中心といいますか、例えばこの新卒の皆様がですね、どうしてもこの大企業を中心に就職を考えてしまうと。しかしこの墨田区もそうなんですけども、中小企業の中で本当に嫌いと光る中小企業が多いわけですね。そうしたところをしっかりと情報提供していく、なかなかこの中小企業はですね、やはりこの発信という意味では、その宣伝にかける費用も少ないわけでありますし、そうしたところを東京都がしっかりとサポートしていく形で、この学生をつなげていく、そうしたミスマッチ解消策ということをですね、しっかりやっていきたいと、そのように思っております。それから子育て、これは先ほどちょっと全国どうかということはちょっとこれは格差があるんではないかなというふうに思っておりまして、特に待機児童の問題ですね。待機児童の問題はもう都市特有の課題であると思っております。特にこの墨田区も待機児童多いわけでありますので、今回東京都としましては小規模保育に力を入れると、定員6名から19名の小規模保育に力を入れさせていただいて、今まではこの区の単独事業であったものを東京都がしっかりと設置費助成、運営費助成、そうしたことも減らさせていただいてですね、0、2歳のところにしっかりと対応していく空き店舗、空き教室、こうしたことも使わせていただいて増やしていくことをやってですね、
やはり多様な保育、全てが認可保育園というわけにはなかなかいかないものですから、こうした形で、しっかりとこの保育ママ、認証保育所、認可保育所、小規模保育、さまざまなこのニーズに応じた保育環境というものをしっかりと確保してですね、待機児童の解消に努めていきたいと、そのように思っております。あと、教育の問題につきましてはいじめ問題等がありますので、スクールカウンセラーの充実頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは続きまして、川松様お願いしたいと思います。はい、若者が自立して生活していくための環境ということに関しては、東京都に限らず全国で見ていくと、雇用ということに関してもなぜ働くのか、こういうテーマから入っていかなきゃいけないと思うんですよね。で、ほとんどの方が僕の周りにいる、大学卒業して新卒で入っていくような方というのは、あの会社に行くと給料がいいから、あの会社に行くとここの会社員として社員証を持ってかっこいいから、こういうところから入る方が多かったと僕の実感としてありますが、それ以前に本当にこうお金をたくさん持つということがハッピーなのかどうかという前に、何をしていきたいのかということをしっかりと社会に出るまでの間に教育していくというような社会の環境を整えることの方が大事だと思います。例えば今の学校の教育の中であれば、先生が問題を出します。答えがわからない、うーっと悩んだ末に手を伸ばすのが参考書です。先生に聞いたりします。でも僕が考える教育というのは、参考書に手をつけた段階で、先生にお話を聞いた段階で、おそらくそれ以外の考え方が出てこないんです。参考書が3パターンだったら、3パターンの中から問題の解き方を考えるんですね。もっと今の日本の教育に必要なのは、3パターンという回答例が示されたならば、4パターン目、5パターン目を自力で見つけ出していく、そういう教育システムを作っていかないと、社会に出た時というのはパターン化された問題じゃないですから、いろんなテーマ、想像を超えるいろんなテーマを乗り越えていって、そして自分の充実感、幸福感というのを見つけていくのが、社会の中での生きていくということだと思いますので、そういう教育をしていくと、雇用というものに対しての捉え方が変わってくるんじゃないかなと思うんです。雇用ということで、確かに今この時代というのは不景気だ不況だと、こういった言葉がいろんなところで言われるわけですけれども、その雇用対策ということも言葉で言うのは簡単なんですが、さっき言ったように、そのお金の利益だけを考える経営者がたくさんいると、そういった雇用の問題が出てきます。でまた子育てということも、待機児の児童問題ということだけではなくて、本当に社会全体で子育てをしていくという関係はできているのかなと思います。僕も3歳の子供の子育てしています。僕がトイレに、例えば外でですね、公衆トイレに行った時に子供のおむつ交換しようと思っても、男性のトイレにおむつの交換台がないわけです。言葉だけでみんなで子育て環境を捉えようと思っても、社会のインフラができてないんです。子育てって本当に楽しいもんですから、みんなで子育てしましょう。働くって楽しいことだから働きましょう。勉強する、学ぶって楽しいから楽しくしていきましょう、というような社会環境を整えることが、結果的に若者が自立していくための環境が整ってくるのではないかなと思います。はい、ありがとうございます。続きまして桜井様、はい、お願いいたします。はい、私はまず最初にですね、子育ての方にから入らさせてもらいたいんですけど、で私もですね、小学校4年生、2年生と、それから4歳 の、 子供を3人、育てさせていただいてます。そういう中で、よく私のですね、嫁の方からですね、よく大変お叱りを受けるんですけど、もう本当にその子供、子育てに対してお金全然かけてないじゃないかということですね、かなり日頃から絞られています。で私自身もですね、やはり、国自体、子どもに対するですね、これ教育も含めてですが、本当にお金をですね、もっと使うべきだというふうに思っています。やはりこれから の、 その日本をですね、やっぱり背負っていくですね、子どもたちをいかに育てていくかということによってですね、やはり今後の日本の将来が決まるというふうに考えておるくらいでございまして、
そういう意味でですね、もっと国にはですね、その子ども、それから若者に対してですね、もっと目を向けるべきだというふうにこれからもしっかりですね、訴えていきたいなというふうに思っております。それから先ほどお話もありましたが、今都内でも大変問題になっております待機児童解消の部分でございますが、これは皆様も多分ご承知だと思うんですけど、今東京都はですね、平成13年から認可保育とは別に都独自の認証保育所というのを、制度を実施させていただいておりまして、平成25年度現在では、今保育所数が、都内にですね692箇所、そしてその全定員総定員がですね、2万3409名をですね今抱える、そういうですね、事業展開をしてきているわけでございますが、しかしながら、なかなかそれでも待機児童数が減らないという形になっているわけであります。これはやはり認可保育をですね、保育所をどんどん増やしていくには、これはなかなか都市問題がございまして、国のその認可保育所のですね、設置基準がなかなか満たせないという、都市の特有のですね、事情があるわけでございますので、私ども引き続きですね、この認証保育というのを認可にですね、引き上げるように引き続き都の国の方に、掛け合っていきたいなというふうに考えております。それから先ほどもちょっとお話ありましたが、さらにそのスマート保育というのをですね、これから行う国事情、国制度を先に導入させていただきまして、小規模保育所もですね、今後増やしていく予定でございますが、それから最後になりますけど、教育の部分に関しましては、なかなか子どもたちがですね、先生方が子どもたちに向き合える時間が非常に今少なくなっているということの中でですね、どうですかね、時間がなくなります。はい、ありがとうございました。それでは、村本様お願いいたします。若者が自立して生活していくための環境ですけれども、東京だけとっても日本全国見ても極めて不十分です。私自身も就職活動を通して正社員になることの難しさを肌身で感じました。私が就職活動した当時はマスコミなどでは売り手市場などと言われたんですけれども、私の周りの友達も含めて面接で繰り返し落とされたり、また面接官の方から圧迫面接などの精神的にストレスを感じさせるような就職活動で、私も友達も含めて困難を伴いました。私はかろうじて一つの会社から内定を取ったんですけど、私と同じ年に大学を卒業した友達が未だに正社員になれずにアルバイトのまま生活をしています。また私が就職した会社では、最初の自己紹介のところでも触れたんですが、一緒に働いていた同僚が突然上司のパワハラなどを受けて辞めさせられるということもありました。こういった実態は私の周りではなく、周りだけではなくて、たくさんの人の身近、若い人の間で広がっています。正社員で働いている方も正社員になれない方も多くの若い人が苦しめられています。このような状況の続けば、若い人が自立して生活していくことは困難です。歴代自民党政権は労働法制を改悪して正社員の非正規雇用への置き換えを進めてきました。これにより多くの若い人が不安定雇用、派遣やパートなどの仕事に使わざるを得なくなってしまいました。正社員もノルマなどに追われて長時間過密労働で苦しめられています。こういった働く環境を良くしなければ、若い人が自立する環境は決して整ったものと言えません。若い人が安心して人間らしく働ける環境が必要です。あと子育て環境ということに関して言えば、私は認可保育所の増設を求めたいと思います。多くの保護者の方が認可保育所の増設を求めています。これは東京都が持っている未利用の土地の活用で用地の問題も解決しますし、東京都が進めている
東京外環道などの巨大開発を見直せば予算も